皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はこちらの色無地を使って卒業式コーデを考えていきます。この色無地はクリーム色っぽい色をしてるんですけれども、まあ、実際にはちょっと冷めた感じのクリーム色で、練り色っていう色が近いんですね。で、一つ紋付きですね。背中に紋が一つありますので、まあまあ、いろいろ使い勝手がいい色無地かなと思います。卒乳とかだとね、こういう淡いクリーム色とか、そういう淡いグリーンとか、淡いピンクとかの色無地が使いやすいかなと思います。はい、それで今回こちらに合わせていく帯なんですけれども、濃いめのピンクの袋帯か白地に亀甲模様でピンク色のお花が咲いてるような感じの袋帯か、どちらかにしようかなと思います。まあ卒業式ですので、やっぱりあんまり色はない方がいいかなと思うので、白地に亀甲模様の方がいいですかね。あともう一つ最近買った紫色の袋帯もあったので、それも念のために合わせてみようかなと思います。まあこの着物に合わなくはないんですけど、卒業式って思うとやっぱりちょっとカジュアルな感じになりますかね。なのでやっぱりこちらのどちらかがいいかなと思いますね。そうですね、今回は卒業式のちょっと厳かな雰囲気に合うのは白地の方かなと思うので、こちらの帯でコーディネートを決めていきたいと思います。それでは帯揚げを決めていきたいと思います。候補としては白、ピンク、あと雰囲気に合いそうなのはこちらの東京下町着物チャンネルの純子先生にいただいたこの帯揚げですね。これのちょっと濃いめのクリーム色みたいなところが合うかなと思ったんですけど、どうですかね。雰囲気は落ち着いた感じになって上品でいいかなと思いますね。ただやっぱり白のね、爽やかなのもちょっと捨てがたい気もするので、白も一応候補に残しておきます。着物を着てね、その後に決めたいかなと思います。この帯揚げ新栄さんって買ったんじゃないかな。ちょっとね、刺繍が入ってる帯揚げですね。はい、次は帯締めですね。卒業式なのでね、帯締めはやっぱ平組がいいかなと思うんですけれども、私はそんなにね、お平組持っていないので、まあだいたい2種類ぐらいしか候補がないんですよね。この、まあ、白が貴重でピンクと薄いブルーがぼかしで入ってる平組の帯締めですね。これは母からもらったやつじゃないかなと思うんですけど、こちらか、黄色の帯締めですね。もうこのね、2種類ぐらいしか持ってないんですよね。雰囲気に馴染むのは、こちらの白地にピンクとブルーのぼかしてある感じの方が合うかなっていう感じですね。はい。で、こういうね、冷装、というかちゃんとかしこまった席でのお着物は、長襦袢は増井場屋さんの長襦袢と決めています。これリサイクルで購入したものなんですけど、襟がねすごいいい感じに抜けるので、もうちゃんとした席ではこの長襦袢を着ます。そしてこちらにはメルカリで購入した白い半襟を縫い付けてあります。こちらを合わせていこうと思います。まあ、全体的にね、白っぽい感じのコーデですね。でもまあ卒業式ですし、かしこまった雰囲気が出てればいいかなと思います。帯揚げ悩みますね。どっちがいいかな。
はい、それでは2倍速で着ていきますね。長襦袢のね、着付けに関してはね、絶対に襟が抜ける着付けの方法を紹介している動画がありますので、襟がね、うまく抜けないっていう思ってらっしゃる方は、そちらの動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。あっという間に3月になってしまいましたね。もうね、冒頭、ちょっとね、気が抜けてるとすぐに2月もすぐ終わっちゃって。3月もね、すぐ終わりそうな雰囲気ですよね。そしてすぐ新学期とね、慌ただしいですね。3月はね、もう途中から彼岸で結構忙しくなるし、4月は4月で東京着物ファンフェスタがあるじゃないですか。あれがね、あれを目指してまた頑張らなきゃいけないから、ちょっとやっぱり3月、4月めちゃくちゃ忙しいですね。ちなみに、後ろ、画面のね、後ろの方に、緑色の布がかかってるかと思うんですけど、あれ長襦袢ですね。私が染めた長襦袢です。あんな感じのものを出展しようかなと思ってますので、よかったら東京着物ファンフェスタにも来てくださいね。うちはね、今年は卒業式ないんですけれども、入学式もないんですけれどもね、この卒業式コーデを撮るのにあたって何を着ようかなと思って考えたんですよね。まあ、色文字ではこのね、今着てる色文字で一度やったので違う着物がいいかなと思ったんですけど、なんだろう、訪問着っていう気分でもなかったし、いろいろ考えて色文字がやっぱり一番いいのかなと思って、このクリーム色のね、色文字を選んできました。なんだかんだね、色文字って使えますね。皆さんが持っている色文字ってどういう色文字ですか？どんな色の色文字を持っているか、よかったらコメント欄で教えてください。私はこのクリーム色と、あと紫色のね、色文字を持ってるんですけど、それぐらいですね。やっぱり柄があるもの、着物をね、買いたくなっちゃうので、色文字はそれだけになるんですけどね。普段ね、こう進んで色文字が着たいっていうような時はないんですけど、こういう何かね、ある時、改まった席に行く時とかは色文字って確かに使えますね。1枚は持ってるといいのかなって思います。ちなみにこの色文字はヤフオクだったと思います。須田尾先生が鳥の子色の色文字を作ってる動画があるんですけど、それを見てね、私も鳥の子色の色文字が欲しいと思ってヤフオクで探して、で、まあクリーム色のね、色文字があったので買ってみたんですけど、なんかちょっ と思ってた色よりもちょっとなんかこう、何、地味な感じの落ち着いた感じの色合いで、鳥の子色ではなくて練り色というような感じでしたね。はい、そして今回は袋帯で20代子ですね。なかなかプレッシャーがかかりますけれども、お腹には東京下町生き物チャンネルの純子先生考案のクルリンパ用のビニール袋を巻いています。もうこれさえね、巻いておけば前結びで20代子を作れるので、もうね、それが一番安全です。はい、で今ね、巻いているこの袋帯は、お譲り着物ですね。いただいた袋帯になります。なかなかね、袋帯ってもうどういう基準で選んだらいいかが難しいので、こう人様にね、いただいた袋帯が一番使えますね。自分のね、感性で選ぶ袋帯は多分ね、こういうちゃんとした時に使えない袋帯ばっかりなので、本当にこういうのいただけるとありがたいですね。はい、で万全を期して仮紐を結びます。いつもね、あんまりこの紐を結ばないんですけど、やっぱり20代以降でちゃんと結ばなきゃいけないので、仮紐を結んで帯枕を置いて、はい、これでね、結んでいきたいと思います。ちょっとね、折れ筋がね、出てきちゃうんですよね。これ何回かちょっと試行錯誤して、いろいろ引っ張ったりとかしたんですけど、どうしてもこの折れ筋がね、出ちゃったんですね。もうしょうがないですね。
もうこのまま結んでいきます。やっぱりね、袋帯で20代子は大変ですね。重いし、思い通りにいかないし 大変でしたね。なんかここのとこね、最近へこ帯でね、二重大根を結んだりとかしてるんですけど、圧倒的に軽いんですよ、へこ帯の方が。なのでね、袋帯、たまにしか結ばないからね、しょうがないんですけど、結構ね、大変、ほんと汗だくですね。なんか、こう、大事な時に着物を着て汗だくになるのって、もうちょっとそれはそれでね、問題ですよね。着付けね、頼んだ方がいいのかなってちょっと思っちゃいましたね、最近。こういう大事な時ね。まあ、子供の卒業式、入学式もだけど、あとは、まあね、結婚式の時とかね。なんか、着るだけで疲れちゃうので、大事な時はね、着付け頼んでいいかもって、ちょっと最近思ってます。はい、大体お太鼓の形はできて、帯揚げですね。どっちにしようかなーって感じですけど、白い方にしました。帯揚げがね、またね、表と裏がよくわかんないってなって、どっちどっちって感じで見てます。そういえば先日、アップした西陣お召しと思っていた着物が、やっぱり西陣お召しじゃなかったっていうね、ショート動画なんですけど、とその時のショート動画のコメントで、西陣お召しのね、その表裏の色が反転してるっていうのを見てみたいっていうおコメントをいただいたので、今回の動画の最後に、うちにあるね、お召しの着物をね、撮ったので、そちらもご覧いただけますので、そちらもよかったら最後まで見ていってください。ということはですよ、結局私は西陣お召しを持ってないってことになるので、西陣お召しをまた探さなきゃっていう感じですね。でも最近ね、新鋭さん新しいね、品物が入ってこないんですよ。もう1月の真ん中ぐらいからね、新入荷が全然なくて、楽天新鋭さんはやめちゃうんですかね。なのでね、私最近ヤフオクばっかり見てるんですけど、新鋭さん辞めちゃうとちょっと悲しいですね。IT ネットさんはあんまりチェックしてないんですけど、IT ネットさんは更新されてるのかな？でもまあね、だいぶ新鋭さんに買わせていただいたので、まあ満足ですよ。私が一番着物がたくさん欲しいっていう時に、バンバンお安く買わせていただけたので、本当にありがたかったです。この2月の末からね、3月入って、いろんな呉服屋さん、着物屋さんがね、夏物とか浴衣なんかを販売始めてるじゃないですか。欲しくなっちゃいますね、新しいの。いや、そんなね、なかなか、今はだっておあつらえが2つ待ってる身なので、そんなね。ダメダメ。東京着物ショーでもね、本当に買わないように、本当に買わないように、本当に買わないようにしなきゃと思ってます。皆様は今年は浴衣とか買われますか？浴衣ぐらいはね、一枚ね、欲しいなとかね。純子先生のね、浴衣でね、屋形船のね、参加したいなって思ってるんでね。浴衣がね、ちゃんとしたのないんでね。浴衣ぐらいは欲しいなと思うんですけどね。どうしましょうね。あ、そうそう。今年のサローネの日程決まったんですよ。なので、私の訪問着の会の日程も決まりました。ただね、まだレストランの方には何も予約も何もまだ入れてない状態なんですけど、日程だけは決まりましたね。今年のサローネは10月26日と27日だそうなので、訪問着の会は10月25日の予定になります。金曜日ですね。今年10月なんですね。なんかちょっと暑そうな気がしますね。去年10月ずっと暑かったですよね。今年の夏も暑そうですけどね。まあ、というわけで、10月のサローネの前日、10月25日に訪問着の会を開催したいと思います。
はい、着物の方はこんな感じに着終わりました。まあ卒業式はね、こんな感じいいんじゃないかなと思います。最近ね、またちょっと少しだけあのポーズを覚えたんです。この帯の上の端に指を乗せるという感じでいかがでしょうか。はい、草履も履いてみましたけど、ちょっと着丈が短かったですよね。ちょっと短いし、下前がねぐっと上がりすぎちゃってて、かかとも丸見えでしたね。やっぱりね、実際本当に自分で着ていこうと思ったら、1回か2回は練習して、このね着姿を必ずチェックして、自分で復習していかないといけないなって思います。帯周りのねコーディネートはまあまあ良かったんじゃないかなと思います。うん、エモもいい感じになってますね。やっぱね、あの着物をきれいに形よく着るのは襦袢がすごい大事なので、襦袢冷蔵用にはいいのを取っておくといいかなと思います。はい、ではこちらは私がバイセルさんで購入したお召しですね。これはね、一重になっているので、裏地がね、あの生地の裏側が見れるんですよ。なのでご覧いただこうかなと思います。これが今裏側ですね。こっちが表地です。お花が白っぽく浮き上がっていて、地が茶色ですね。で、裏はお花が茶色で地が白っぽい感じに色になってると思います。表とね、裏で反転してますよね。お召しっていうのはこういうもののことを言うんですね。コメントでね、教えてもらうまで全然気がつきませんでした。確かにね、あの富士工房さんの新春初売りの時に見た綿政さんのお召しも反転していましたね。うん、なのでお召しは生地のね、表と裏で反転してるっていうものがお召しだということです。はい、では本日の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時から着物に関する動画をプレミア公開で更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。